大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。どうも、こんにちは、はい、お願いします。今日はすごい、晴れてて。ああ、うん、自転車日和。自転車日和なんですが。うん、なんか、うん、<laughs> 起きてる、うん、起きてる。うんうん、<laughs> 裏金問題とか、なんかどんよりしてますけど。うん、なるほど。うん、で、今日は。はい。 本当に言うと GDP がまたマイナスになって、うん、個人消費が4期連続4期連続って1年ですから、うん、1>, 1年マイナス続けてる、うん、物価の上昇が激しいっていうね、うん、あなんかあれらしいね学生服が3万9,000円だっけそ,<う>それでもそれ買えないっていうのとなんか中古の学生服が売れてるっていう話、ん、だからもうちょっと、うん、すごいなっていう話、うん、生活実感 から言うとね、その話やるのは経済学者じゃないかと思うんだけどちょっとあんまりひどいのが自民党の政治資金規正法の改正案,改正案、はい、教えてください、うん、公明党さえついていけないで単独提出でも単独でも提出するっていう感覚がどうなのかなっていう。うん、あれでも与党あなんかなんだっけ あの衆議院は通ったとしても参議院ではどうなのそれはいや分かんないちょっとね公明党がいないとなると、うん、このまま6月の会期末でこんなものを強行採決したら、うん、本当に、うんだろう普通の人はもう全部嫌になっちゃうんじゃないあの教えてください自民党の,あの規制案の改正法そうこう,こうどういうなんかこう問題があるかう問題い 抜け穴作っってててるかの教えいやそうですけどまず連雑性は導入しなきゃいけないし僕の立場政策活動費は廃止しなきゃいけないと僕は思ってますね公開だけじゃなくてそれから企業団体年金献金はこれはまずは廃止しなきゃいけないっていうまずは基本的にはそういうところが大事な ポイントじゃなないかなと思うんです、はいはい、だけど、うん、えとまずあの連座性なんちゃって連座性、はいうん、のはあの確認書を出すと、うんうん、要するに議員がね、はい、要するに会計責任者が会計をしたらそれを確認したというのをやって、うんうん、会計責任者が、まあ、逮捕ないし起訴されたら、うん 連座制が初めて適用されるっていうね。こういうんだ、なんかやってるふりをしてるけど。よく考えてみると。確認書だから。なんちゃってだから。あの、気がつきませんでした。なるほど。客室じゃありませんと。なるほど。いう言い訳が必ず出てくるじゃないですか。そこには出てくる。まずはね。はい。それから。議員の関連団体で。検査をして確認しても。はい。 その他の政治団体にパッと付,きか、うん、付け替えちゃうと政治団体一つじゃないんだってねそ<う>何個も持ってんだって、ね、何個持ってて<ー>前も言ってるように5万円以下と、うん、あの2万円だっけ、うん、なんか基準公開の基準が違うわけですよ、うん、で緩いものに付け替えちゃえば、うん、あの茂木派がやったね茂木さんがなんか 長い間4億円ぐらいそれをやってたって公開率人の不明の比率が9割超えてるとあれはそんなんていうの団体の付け替えだったそう個人の議員の団体は厳しいけどその他政治団体は5万円以下は公開しなくていいっていうそこで全部なんで公開できないことなの汚いことやってるからで いやそんなことやったら自民党全部ひっくり返っちゃうからやりたくないんですよ。それでもう一つは議員この検察の今のままを続ければ4000万円がいわば基準それ以下はおとがめがおとがめなしだから会計責任者が問われるのは4000万円以上。やなければ 結局問われないでも一個疑問があるんだけど言ってみていい、ええ、あの岸田さんが例えばその総裁選であの次の総理になれなくてもこの裏金問題解決しないとその支持者ってついてこないのわけでしょな,<や><う>なんに何でうんなそう分かんないんだから彼らはんでこういうことやってるかというと、うんうん、忘れちゃうと。 なんか外交事件とかねなんかやってればそのうち忘れるだろ忘れないわ税金払うの大変なのにいやだからでもそういうふうに思ってるとしか思えないそれでもう一つ、うん、政策活動費はほら、うん、二階さんが年間 10, 10億円で、うん、億5年間で見ると50億をさはい、はい、全く使途不明のまま使ってたと。うんうん 税金には本来は税金でかかるべきなのにそれがかかっていないし検察もそれを問わないし国税庁も問わないすごい不思議だってもう今度今度法改正でその部分はどうなんですかさっき太田さんがニュースやってたけど9項目に分けて自民党側が公開します本人じゃない。で なおかつ一件が50万円以上の場合に貢献公開するこれでざるじゃんで公明党でさえ明細書を出せというふうに言ってるわけでもそもそもさ政策活動費という名前でお金ばらまいててそんなものがなんで政策活動費なのかもう一つ簡単に生活活動費っていうのの原資は何ですか これはでも献金やの政党交付金も入ってるんじゃないですか、うん、献,金献金があって政党交付金も付金入ってるんだと思いますよ、はい、それが生活,活動費そうそう政党がこ、うん、議員個人に渡しているのが政策活動費だ、うんうん、政策活動費、はい、でしかもこの一個一個人をね 明らかにしなくても OK だっていうのが幹事長が毎年10億ずつそれをもらってたということじゃないですか。でしかも問題はそれ何の原資だか分かんないっていうか使い道も分かんないだけじゃなくて最近出てきたのは河村官房長官元官房長官がどうも 出したらしい中国新聞でスクープになったのは選挙の前に人中自前見舞いと称して官邸機密費を官房機密費をその100万円ずつ候補者にばらまいたと。公費を。公費でしょこれ。これはそれはひどいよ。これは献金や政党交付金ではなく政党交付金も税金だけど明らかに あの予算から出ている明確な公費である機密なんだから国のために使う,にそ,うそれを選挙のために使用に使うというのは明らかに公正法違反でもありじゃあ税金を非常に乱用してるのではい、はい、それは今度の改正案でどうなんですか関関係全然関係なないい全然 タッチしないのタッチしないしかも答えが明確でないなんか佐藤とかいう議員がさそんなことは絶対ないって言ってるんだけど機密費を何でお前が時に分かるんだってみんなに追及されてなるほどそれで林官房長官が答えを濁してるやったともやってないとも言わない多分河村さんは選挙区が1個減るために息子の世襲ができなかったわけなるほど。 で恨みに思って、うんうん、それで暴露しちゃったとばら、うん、しちゃったと、うんうん、いうのが本当のところだとここ。ここになん,かなんか政府のメスみたいな官僚の方からの「官房機密室買うのダメだろ」うみたいな。 話今ななってい何を言お言ってないよね。んかほら石川県知事の長谷が長谷知事よりアルバム作りに出したとかさいろんな不明なお金を使ってるわけでしょ税金の官房機密費でさえこうであるならばさね政党交付金やさましてや政治献金なものをさ要するに議員にあの 県議,会県議会議員とか市,議市,市会議員とかさ、うん、そういうにばらまいていたと思われるのは河、うん、合夫妻の問題とかね、うん、あとあれ,あれあったんじゃないああの泉んの泉田さん。泉田さん新潟国区の泉田さんが、うんうん、星野っていう自民党の、えー、新潟県連の会長と。 2,000万円か3,000万円よこせっていう話を揉めちゃったっていうねそういうことは当たり前のようにあるわけですよ柿沢みともそうだけどだとするとこれをさなんか一件50万円とかさそれから項目ごとに自民党が公開するなんてありえないでしょやっぱり全部晒すか最低限ね全部晒してし 領収書を出すかね、それか、本当、こういうやり方はよくない、金権政治だから、廃止すべきだっていうのが野党の筋だから、廃止すべきだと僕も思いますね、で、次がパーティー券の公開基準で10万円でしょ、自民党は。神戸党5万円じゃないですか、5万円じゃ分かんないじゃないですか、2万円ぐらいまでなら分かるけど。 だからパーーティー政治的な政治資金パーティーをやめろっていうのが野党側の要求なわけだ、うん、そんなのどうとでもできる家族の名前で分けて書いてもらうとかですよねだから、うん、そういうことが筋だと思うんだけどやるとしても10万円っていうのはさ、うん、その西村あの元経産大臣がすごく悪質だったのは。うんはいうん 人数がもう最初から来ないで、うん、多額の金額をくれるのは分かってたーティーでねでそう分けてね、うん、そうするとあのパーティー会,と会場をすごく小さく取っておいて、うんはい、それでバーッとたくさん金を集めてたっていうのが大儲、うん、け大儲けしてたっていうのが出てきてるわだから もう本当にそれさ一番多分問題になるっていうのはその献金する側も名前出てくると癒着とかそういうのがバレるのが怖いんだよねだ,よだからもっと言うと、うん、企業団体献金は全面的に禁止すべきだと思う、うん、今の、うん、今の政府の政策がうまくいかないのは、うんうん、みんな 政治献金で金をくれた企業のために行政をやってるからこのねインフレっていうか円安インフレみたいなものも経団連企業にみんなすごい儲かっちゃってるわけじゃないですか、うん、あの大手の企業は、うん、中小企業は非常に苦しいわけじゃないですか、はい、だか献金のためにやってる、うん、防衛費の倍増もそうだし、うん、原発もそうだしそれ、うん、から いわゆる j リスっという地方公共団体情報システム機構でたくさん所属している日本の IT ゼネコンがたくさん献金を出していてまあ8年間で5億円かな以上を超えていてそれがいわゆるあれなわけですよマイナーカードでボロ儲けをしてるわけですよ。ねここうういうことが この日本という国を衰退に導いたってそうそうだよねそうなのそれも原因の一まあ全部じゃないけど一位にはなってるよね<う>なってるう、うん、だ僕が思うに、うん、このなんでこんなに自民党がこのこれを公開を拒んでるかっていうことを考えると、うんうん、結局地方議員にお金ばらまいて、うんうん 地方の利益を独占して、うん、世襲議員を真ん中に入れて、うん、でそこの利益共同体からはみ出ていっちゃうと生きていけないような仕組みで選挙をこう牛耳ってる本当の金権政治だと思う、うん、これをその根絶することが大事だと僕は思ってる、はいはいはい、市民の側を向いていない政治そその自分たちのための政治 はい、ありがとうございました。金子まささんでした。大竹新志向有録。毎週月曜日は古谷ひ平さんの登場です。